ゃーーさっきね、久保さん、みんなの銀行徹底解説動画17分撮りました。<laughs> まあ、アップロードしますよ。<laughs> みんなの銀行ね。これね、僕も紹介して今5000円ぐらい入ってますかね。昨日ぐらいから紹介したのかな。はい、メルマガで、もう今度、ね、あのキャンペーンを終了するまで僕もね、あの上限いくまでもうマックス紹介しようかなと思います。 上限行くまでね。また、ただね、キャンペーンすぐ終わりそう。どうすかねでも、影響力ないと、影響力ある人がやらないと、拡散バーってやっぱしないので、狙い目かなとは思いますね。でも、YouTube やってる人も、まあまあ、みんなの銀行で調べると、まあまあやってるので、うーん、まあ今ですね。もう今やるしかないですね。もう広告費なくなる前に <laughs>。なんかまあ、先行者利益ですね。まあこれも、久保さんも今年ね、あのー、 仮想通貨ね、決済したっていうことなんですけど、これも先行者利益ですよね。ただ仮想通貨に関しては僕手出さないです。わかんない。今後出すかな。いやー、仮想通貨出さないかな。あのー、まあ、出す、出さないはお任せしますけども、ただリスクがないもの。みんなの銀行のアプリってダウンロードしてリスク、金銭的なリスクありますないんですよ。1ミリも。無料でダウンロード。終了。終了。<laughs> 金銭的なリスクない。 でも仮想通貨の場合は上がるか下がるか、まあ、不確定要素が結構あると。まあ、あとはコンビニで使えない一般的なマネーとしては使えないですよね。だから資産というかあそれをまあ変換したらいけますけども、まあ、物理的に今現状としては使えないとなので PayPay に関しては僕はあのどこでも今ほぼ使えるようになっているのであと自動車税とかも払いますので PayPay、まあ、は結構あのガンガン使ってますし だからまあ、僕はチキン野郎なんですよ。ね。リスクなく、もう圧倒的にリスクないやつしかやらないっていう。<laughs> ね。だからまあ、怖いんだったら、リスクないのを徹底的にやればいいんじゃないですか。だって、みんなの銀行の紹介なんか、お互いにリスクないですからね。お互いにメリットしかない。のこれはいいですよね。田久保さんがゴリ押しするのもわかりますよね。だってリスクないんだもん。<laughs> 仮想通貨これがいいよっつってね、久保さんも多分いろいろ批判あったと思いますけど、上がったやつもあれば下がったやつもあると思うんですよね。で、ダメになったやつも多分紹介した中であるかもわかんないですけど、まあいろいろそれでね、言われたりとかするくあるじゃないですか。でそれってなんでかっていうと、手出し自分でね、店に切ったりとかね、あのー、したからですよね。これ水に切る必要ないので、うん。 だからもうやればいいんじゃないかなと思います。だからこれはもう上限300人ですかいけるまで僕も徹底的にやりますよ。動画撮りまくります。うん。だから、チキン野郎がやることはリスクないこと徹底的にやればいいと思います。僕も YouTube に関しても徹底的にやります。リスクないので。ね。登録費用ゼロ。えー、あのー、ランニングコストゼロ。なんで、もういくらでも取れますから。リスクない。 リスクないことすら徹底的にできないんだったら、それは僕はね、無理だと思いますよ。リスクないじゃないですか。金銭的なリスクありますなんか YouTube いっぱい動画撮っても、失敗してなんか借金2000万とかなりますならないですよ。久保さんはマージャン店やって、リアル店舗やって借金3000万ですよ。ね。普通のビジネスだったら、<laughs> ダメだったら借金ですよ。これいくらやっても借金にならないですよ。YouTube やっても。 わかりますいってらっしゃい。